こんにちは。美味しいものが食べたい。よしだよ。今日はね、巷で評判のあの台湾カステラ、これをね、買ってきました。ちょっと行列ができた上にね、熱い出来たて焼きたてのやつだと、1時間ぐらい、またお待ちいただきますなんてことだったもんですから、すぐに持って帰れるようにね、冷たくした冷やした、台湾カステラもあるんですね。それをね、買ってきました。それを使ってね、ちょっとフルーツサンドを作っていきますよ。ほんなら、いこめやか。はい。ごめん、ファンパイパイと読むそうです。早速ちょっと開けてみましょうか。はい、こんな感じですね。すごいしっとりしてますね、これね。ちょっと切ってみましょう。ちょっと、形を整える意味でね、少し、薄くこう切っていきますね。ちょっと食べてみましょう。もう、うまっ。うん、あ、これ、ね、そんなに甘くないですよ、これ。うまっ。はい、じゃあね、このまず2枚を使って作っていきましょうか。はい、その他の材料なんですけどね、こちらホイップクリームですね、これは純乳脂、これ結構美味しいんですよ。とね、あとはバナナ、キウイからイチゴ、こんなとこ使っていきますよ。あとね、グラニュー糖も必要ですね。はい、ではね、早速、生クリームからね作っていきましょうか。氷水を、ちょっと一回り大きいボウルに入れてね、で、この中にはね、グラニュー糖が、12g、 それから、生クリームがね 100cc 入っています。普通だとね 100cc に対して 10g でいいんですけど、意外とね、台湾カステラ甘みがそんなにないんですよ。なのでちょっとバランス取る意味でね、ちょっと甘めに、作ってみましょう。ちょっと今回はね、しっかりと泡立てたいので、普通よりもね、ちょっと余分に回しておきます。はい、じゃあね、フルーツの方をね、カットしていきましょう。これ、フルーツは一通りね、全部きれいに洗ってくださいね、こういうご時世ですからね。まずイチゴはヘタを取るだけでいいかな。あとは、バナナですね。これだとちょっと長いですね。こういう切れ端とかね、もったいないですから食べちゃっていいですよ。うん、あ、甘い。うん、おいしい。キウイはね、よ、両端を落として、皮を剥きます。丸ごとじゃちょっと多いですね、やっぱりね。半分にしましょうか。半分いけるかな。はい、ではこれでね、パーツが揃いました。はい、ではね、スライスしておいた、このカステラですよね。ここにまずクリームを塗ります。ちょっとこれはね、思い切って厚みを持たせて、塗った方が多分綺麗にできますよ。バナナまだ長かったですね。こんなんでいいか。
て、キウイもね、さっき半分にしたんですけど、また半分に切りました。うん、バナナも甘い。はい、そこへね、クリームで埋めてやるようにして、はい、ではここにね、蓋をしていきます。で、これをね、このままこう切ろうっていうのはあまりにもね、無謀ですよね、これはね、あ、持ち上がらなくなっちゃった、よっ、ちょっと横へ避けて、そのラップを敷きます。さあ、この状態でね、冷蔵庫で1時間ほど寝かしてください。はい、だいたい1時間経ちました。これね、このラップごと切っちゃうんですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあね、お皿に盛り付けていきますよ。はい、今話題の台湾カステラを使ったフルーツサンドです。はい、じゃあね、早速食べてみますよ。すごいでしょこれ。いただきます。うん、食べにくあ、でもうまっ、めっちゃうめえ。